フランチェスコロッカは、イタリアラツヨ州ローマ県産、ビートロマーノ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはディフェンダー。エースローマで、現役時代を過ごし、二度のコッパイタリア制覇を経験した。2008年から2011年まで U-20 イタリア代表の監督を務めた。また、ソウルオリンピックでは監督として、イタリア代表を4位に導いた。 ローマの近郊にあるサンビートロマーノで生まれ、1972年から1981年まで AS ローマ一筋でプレーした。セリエ A での141試合を含め、ローマでは163試合に出場し、コッパイタリアを2度優勝した。しかし、セリエ A を優勝することはできなかった。26歳で重傷を負い、現役引退を余儀なくされた。 1974年から1976年までイタリア代表として18試合に出場。1976年5月のアメリカ戦で代表での唯一となるゴールを挙げた。監督として出場したソウルオリンピックでは4位となった。また U-19 イタリア代表監督として UEFAU-19 欧州選手権2008を準優勝した。この大会後、 U-20 イタリア代表監督となり、2009 FIFA、FIFA U-20 ワールドカップに出場した。2012年、エースローマの殿堂入りに選出された。スピードと仕事量、エネルギー、サイドバックでの耐久性から、川崎の愛称が付けられた。ありがとうございます。